俺が高校生の頃、自分で髪切って失敗したことがあった。次の日の放課後、友達に呼び出されたんや。帽子みたい。え？帽子みたい？ああ、髪型のことか。ちょっと我慢してればなんとかなってくるやろ。一生このままってわけやないし、そんなことは言わんでええやろ。なんでお前が泣くねん。泣くようなことなんもないってな。明るく行こうや。わかったよ、もうあんなこと言わない、ごめん。で、ちょっと前に久しぶりに飲みに行ったら、あの時はお前の勢いに救われたよ。まったくいいやつだよ、誠一は。嘘やろ、帽子みたいやなくて帽子みたいやったんか。その後、何度も友情に乾杯してから真実を打ち明けた。俺も衝撃的やったけど、あいつはもっと衝撃やったと思う。